ね。東京ドームのこけら落としとして行われた巨人阪神のオープン戦があったんですね、はい、その時の巨人と阪神のスタメン、うわー誰だろう。巨人の4番原監督。正解。原辰徳。ということは巨人の3番はうわー誰だろう。中畑。よし中畑。これ春日さんに当てて、じゃあヒント出します。え、クロマティだ。正解でございます。うわそうか。そして阪神の4番。阪神はえそれは誰だ。バースバースか。バース岡田だ。あ違いますね。ヒント欲しいですか。ヒント欲しい。ヒントはですね、左手首やっちゃってんな。掛布だ。正解。よし永遠にできるな。できるな、うん、じゃあさすがにこれ以上はメインターゲットの中高生が離れてしまいそうなので。天井を眺めてたシングルベッドで耳に落ちる涙の雫よ、その暑さを僕は